ドイツキームゼー鉄道の路面用蒸気機関車、平用軌道上を蒸気機関車牽引で運行される、朝倉軌道の混合列車与鉄道のボッチャン列車路面機関車とは、道路上に線路が付設された平用軌道での使用を目的とした機関車を指す。客車や貨車の牽引を目的とするため、路面電車のように乗客を乗せる設備を持たない。平用軌道内への人や、 動物の侵入を考慮し、車体前面の排焼機や、車体側面の車輪を覆うカバーなどが取り付けられている。欧州諸国で19世紀後半頃から、抹車軌道の動力化のため蒸気機関車の導入が進められ、次第に路面軌道上の使用に適した形態に改良が進んだ。発達が進んだものは、車体全体が 客車のように腰板と屋根で覆われた形状となっており、また、転車台を使用せず、前後方向に自由に走行して、客車を牽引できるよう、今日の入れ替え用突径機関車のように運転席も、車体中央部に横向きに設けられている。この携帯の蒸気機関車は、スチームトラムと呼ばれるが、日本での使用例は、ほとんどない。日本で使用された、路面用蒸気機関車は、 小型のタンク式蒸気機関車に廃焼機等を設けた形態のものである。現在、伊予鉄道で運行されているボッチャン列車の牽引機関車はこれを復元したものである。かつては、戦前に多く見られた軽便鉄道規格の機動線や南海電気鉄道の前身である南海鉄道で使用された記録がある。北九州市交通局が1936年から1975年まで、 運営していた貨物専用の軌道は道路上を電気機関車が貨物列車を牽引して走行するものだった。また、西鉄福岡市内線の一部区間や東部、日光軌道線でも国鉄直通貨物列車の運行があり、それぞれ路面用電気機関車を保有していた。1900年代初め頃に福岡、佐賀両県内の機関 914mm の 軌道路線で多く使用された石油発動機関車も多くは平用軌道上で使用され廃焼機等を装備していた。保存鉄道等で路面用上機機関車の形態を復元したディーゼル機関車が使用されていることがある。ドイツのキームゼー鉄道ではスチームトラムの実車を胴体保存し運行しているが予備機としてスチームトラムの形態を模したディーゼル機関車も保有しており、 スチームトラムの検査時等に列車検員に供している。また、日本の伊予鉄道のボッチャン列車の検員機関車も蒸気機関車の形態を復元したディーゼル機関車である。ありがとうございます。